はい、前回の続きやっていきます。先にね、ふさふさ島に帰ってきました。今度ジメジメ島に行きましょう。ジメジメ島。よし。壊れちゃう箱だね。砂漠草。やっはー。よこっちのコケムしたやつはもらえないんだよね。腐葉土はもらえるけど。ああ小麦もたまっていこう。なんでバーキーかいつも変わってるよね。自分がいけないんだけどさ。モンゾーラの畑を小麦いっぱいにしたいんだよね。結局持っていかないとできない。
もういいや。もう本当だね、野菜植えすぎて種が出てきちゃう状態になってて、やりすぎた感がある。なんか欲しくなっちゃうね。なんかコケムシた泥。あーでもこれもらえないんだ。泥だね、泥になっちゃう。なんでさ、これ壺に変わってんの。今変わるね、変わっちゃうね、なんかしないけど。チェックあるからな。チェックあるかもしんないけど、いいや。ゴルドンがいたらね、すぐ回収できるんだけどね。ゴルドンがいないからね。めんどくさいもんな。
倒さなくてもいいんだけどね、なんか見るとね倒したくなるんですよ。あ、ナスナス、無事ナス。欲しいな。今ここ。ちょっとここ一周してから、あ、鶏だ。鶏ね、いなくなっちゃうんだよね。まあいいや。開始。トンポンパンポンポン。やはアジサイか。アジサイどこだっけ。アジサイね。あ、そっか、枝がまだチェックしてなかったのか。枝こっちだ、枝、枝チェックしてなかったな。じゃないんだな。これの葉っぱがついてないやつ。やっはー。とんがりね。とんがりね。
とアジサイとカボチャとトゲワナ、オークだオーク、こいつ強いんだ、オーク強いんだよ。モンゾーラのオーク、オークとはわけが違うんですよ。銃では強すぎる。の盾か、うん、います。アジサイ、アジサイとかカボチャこの辺にありそうだな。イバラだ、イバラ、トゲワナってさっき言ったかもしれないけど、イバラですね。イバラのことをトゲワナってさっき言ってたかもしれないね。ここら辺にアジサイがありそうだな。ないかな。ないね。かぼちゃないかな。Mm-hmm.
ジェサイとカボチャ。カボチャ、カンボジア。カンボジア、カボチャ。カンボジア、カボチャ。材が散々ドラッキーをやっつけてこれもらえないんだ。散々ドラッキーをやっつけてモンゾーラで苦労した木材が永久に使える。めっちゃ合いそうな雰囲気。こういうとこにカボチャがあったような気がしたんだけどな。リナス、もう始終いらない。木材と草と紐と糸、草糸はもう永久に使える。ウィナスの種欲しいんだよな。もう一回食うかな。ウィナス大した料理に使えないんだけどね。理想的には160個死んですよね。もう一回来ようかな。面倒くさいけど。
取り発見。寝ましょ。寝ましょ。あとここは海かもしれないけど、ずっとここら辺も行かないとね。ビルダーズ百景には誰がいたかな、まあ、でもまたちょっと農民もっと増やしたいから、ふさふさ島ももう一回行きたいな。次、もう一回ジメジメ通り行って、ウリナスの種取ってから、もう一回フサフサ島に行って、農民を連れてくるついでにイチゴも取ってくる。でも今度ワンちゃんがね、いないからね、見つけにくいんだよ。ワンちゃんをゲットして、いつか人数オーバーになったらさよならする。切ないんだよね、なんかゲームの世界とはいえ。ポンペみたいなやつか。女の子の方がいいんだよね。まだこれ1回目だからね、1人しかいないんだよ。
探しても無駄ですよ。でもね、職業的なダブってるからね、連れて帰らなくてもいいけど、一人ぐらいは連れて行きたい。もう一回来るんで、次女子がいると思います。あるかな。やっといいのかな。かぼちゃがないね。全くないパターンかな、これ。動物がいるって。まあこれ自分の鳥じゃないか。キラパンサー。
ここにいます。ああ、もうか一回帰るかな。でもここら辺になんかあるかもしんないね。かぼちゃはまだちょっとしか取ってないから。カボチャの種はたくさんじゃないか。やっぱり取っていった方がいいね。ムンブルクにじゃなくてモンゾーナに持っていく必要性はないけどね、空っぽ島の野菜として少し種は持っていきたいな。
か。チキン、チキンいただこうか。チキン、チキンだな。帰ろうかな、一回。もう一回行きますよ。ウイナスの種を集めたいんで。もう一回ジメジメ島に行って帰ってきて今回終わりなんで、まあそう面白い動画にならないんで、つまらない人はもうこの辺で見るのをやめた方がいいかもしれません。ただね、言った通りにやるとは限らないんですけどね。言った通りになるかどうかは、またそこはまた曖昧なんですけどね。やはあ、ここでね、ポンペが来るんだな。ポンペちゃんが来るんだよ。ここでね、ムンブルクのね、存在がね、だんだん、うん。でもね、ポンペも言ってきて、なんか情報が固まっていくみたいな。ジメジメ島に行こうかな。ごめんね、ポンペ君。ごめんね。ポンペごめんね。ポンペの立場がないね。また行っちゃうんすか。せっかく来たのに。僕、船が帰ってくる前ずっとここに立ってなくちゃいけないんですけど。でも、行ってきてください。ウリナスの種でしょ、回収してきて、で、村人一人、女子系を連れてこようかな。その2点ですね、目的は。
チキン。つけた豚肉が取れたらいいのにね。まあでもそうすると宗教的な感じで外国で売れるゲームが売れなくなっちゃうから、だから豚じゃなくてイノシシっぽくやってんだよね。イスラム教徒の人たちはイノシシは食べてもいいのかな。ちょっとそこ疑問だね。疑問だね。こいつ倒してもしょうがないんだよな。キャベツの種もらえるだけなんだよね。倒してみようか。
とかも食えんのかな、わかんキャベツは足りないんだよな。よっよっ、あと100件見つけたいな。ギャルいないのか、ギャル。ギャル狩りに来たんだけど。ねえのかな。ギャルいないのかよ。ギャルいないのかよ。そっか。ダメだな、今回は。残念、残念賞ですね。せっかく来たのに。どうしよっかな。どうしよっかな。帰ろっかな。ちょっとこっちの方行ってみようか。ウィナーさんのためにもうちょい集めたいな。麦だ。よっ。
小麦もちょっと集めようか。あれもういらない、いらないか。腐葉土か、腐葉土。さて、帰るか、どうするか、どうするか、帰るか。もうちょい、もうちょい。どうしよっかな、どうしよっかな、もうやめようかな今回は。今回はここまでだな。今回はここまでにします。皆さんさよなら。モンゾーラについて、じゃあ空っぽ島についてから。あ、ポンペない、ポンペないよ。ここでね、ポンペとは、いる。でもまた今度ということで。では皆さんさよなら、さよなら。